今日は新しい祝日、親子の日だ。みんな、思う存分楽しんでくれってばよ。親子の絆を深める日か。たまには家でゆっくりしろよ。どうせ帰っても寝てばっかで、ろくにガキどもと話せてねえんだろ。いいじゃないか。絶対にその日は帰って最高の日にしてみせるってばよ。明日はいよいよ親子の日だね。パパ、帰ってくるかな。じゃあ私はおじいちゃんのところに行ってくるわね。お父さん、もうすぐ帰ってくると思うけど、ひまのことお願いね。ったく、ひまがずっと待ってんだから、今日は頼むぜ。おい、ボルト、お前も一緒に。俺はこれから修行で忙しい。ただいま。おい、大丈夫か？あのね、今日はお願いがあるの。お願い？これ見て。キュービーのクラーマ？だから今から少し寝かせてくれ。けどよ、起きたら買いに行こうな。あ。ひま、今から行くぞ。うん、最初は卵の中にいて、撫でたり応援してあげたりすると卵の中から出てくるんだよ。赤ん坊みてえだな、クラーマってやつは。おい、誰が赤ん坊だって。まだ開かないのか。ちょっと、私が先。邪魔邪魔。よう、キバ。へえ、珍しいな、こんなとこで会うなんて。ああ、こいつは母ちゃんと同じ第8班だった人間使いのキバだ。ああ、かわいい。大きいのが赤丸で、ちっこい方が明け丸ってんだ。そっちはどうなんだ。こっそり送ってやったら喜ぶんじゃねえかと思って。それって彼女へのサプライズプレゼントってことか。クラウマ可愛いからきっと喜ぶよ。お先に。ちくしょう、売り切れてやがった。パパ買えたの。ああ、結構たくさん置いてあったから分かりやすかったってのよ。あちゃー、砂隠れで作られた類似品だ。多重影分身の術。ちったく、俺が手貸してやる。おじさん。キバ、サンキューな。よし、俺たちも行くってばよ。ほら、早く乗れ。父ちゃんは早いからな。クラーマがここにあると思う？いろんな店回ってみたけど全然なくてよ。ナルト、待って待って。お、これひまわりちゃんに。いやー、かわいい。これで邪魔にならないよ。そこか。慌てるな。ああ、これはクラーマといってな、子供たちの間で人気があるようだから俺も買ってみたのだ。お前はナルトやヒナタと一緒じゃないのか。え、いや、俺は修行で忙しいんだってのさ。じゃあな、先生。ナルトのクラーマよりお前の方が賢く可愛いぞ。あら、ナルトじゃない。おう、テンテン、久しぶり。もしかしてひまわりちゃん。それよりクラーマ。その問い合わせもう4件目なんだけど。時代遅れの人具屋なんてとっとと店じまいしておもちゃ屋になれってことかな。この親子っぽいくらい買うってだよ。こちらのお嬢さんに。手に入れたぜ。
今度こそ本物のクラーマだ。わあ、あざとに向かう長距離雷車の駅の売店に一ひば。サンキューな。ありがとう、おじさん。いいってことよ。これってハンバーガーだよね。クラーマはどうしたんだよ、赤丸。お前らどの道食えねえだろ。キマ、ひまわりを頼む。多重影分身の術。悪いけどちっとお手を貸してくんねえか。よりによってあのクソタヌキとわしを間違えるとはな。呆れて口を聞く気にもなりゃしねえ。わしに頼らず娘のためにお前が気張らねえでどうする、バカが。おかげさま。お前は、なんでお前が。お父ちゃん、他たちはなんてこと。ひま、はい、これ大事にしなきゃね。うん、ありがとう姉ちゃん。本日をもってお前の辺境地調査の任を解く。え、左遷ということでしょうか。バカ、これからは里を離れんなってこったろ。息子さん大事にしてやれよ。はっ、バイバイ。ごめんな、クラーマー買えなくて。だから本当に今日はありがとう。それとね、ん、おかげのお仕事も頑張って。よし、このまま家まで出した。